自分たちのチームに集中する、その中素晴らしいパフォーマンスを見せ本日、頂点に輝きました、ぜひともねこのままニューヨークに行く意気込みを聞かせてください。まず応援してくださった皆様ありがとうございました。自分たちはまずユース優勝してとりあえず次はここジャパンで1位取るってことを目標にやってきました。でそのために、応援してくださった本当に先輩だったり後輩だったりまた支えてくださった、家族のみんな、あとはもう本当にここまで頑張ってきた17代目同期のみんなにありがとうって言いたいです。みんなの分も気持ち背負ってニューヨークで戦ってきます。ありがとうございました。ホームラン、
doing it and doing it well. Look, let me move to the left. Go ahead, let me feel myself. Touch my chest, my sweat. Show the DJs how. Let me holla at the DJ.本日行われましたのはダブルダッチディライトジャパン、ね、優勝したホムラのみんなにインタビューしたいと思います。バッドテイストのケイタです。さあホムラの皆さん、優勝したお気持ちは？気持ちいい。どんなことで緊張とか した緊張した、緊張した、緊張しました。でも気持ちいい。さあ優勝はホムラでした。イエーイ。アドバンス部門優勝のブラッシュブラッシュの皆さん、今のお気持ちを。最高です。最高です、最高です。いただきました。緊張した？緊張した、緊張しました。でも嬉しかったですか？楽しかった、楽しかった。それは良かった。ブラッシュブラッシュのみんなでした。おめでとう。さあ続きましてどこに行きましょうか？オープン部門2位のモアラクテのみんなです。イエーイ。ニューヨーク、ニューヨーク決まりましたが、いかがでしょうか？全然英語喋れないです。あ、いかがでしたでしょうか？クソ滑りました。ありがとうございます。まああの LDDL でも頑張ってほしいと思います。インタビューが下手です。私ドバイス部門優勝しましたリトルダイナマイトのみんなにインタビューしたいと思います。LD のみんな、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちを大声でお願いします。リトルクイーンセブンと一緒に優勝できなかったのが少し悔しいけど、まあ、自分たちがニューヨークに行けることが嬉しいです。はい、 LQ の分もしっかり頑張ってください。はい、はい、あ、違う、はいってなっちゃった。はい、それでは頑張ってくださいみんな、はい、イエイ。ダブルダッチディライトジャパン入賞した皆さん、楽しかったですか？一番いいのが取れました。ありがとうございました。